ばんは、今日はですね、HDMI ですね、 HDMI の、変換部品ですね、これを買ってきました。普通ノーマルサイズからですね、マイクロ HDMI に変換するということですね、変換装置を買ってきてですね、で前これを買ってきてですね、これまだ2回分なんですよ。前買ってきてちょっと失敗したことがありまして、私が使っている中華タブレットですね、これが映んなくて、で、あれ、ちょっと待ってね。それで、先をですね、このようにカットする。カッターナイフでカットしてですね、わかるかな。カッターナイフでこのようにカットして、首の長さを、こうね、首の長さを長くしないと、使えないという動画を見たんですね。外国の動画だったんですけど、でこのように切ってみたんですが、切りすぎちゃったんですね。でこれ使えなくなりました、はい、一瞬だけ映ったんです。一瞬だけこの中華タブレットの映像が、HDMI のモニターに映ることができたんですね。これですね、中華タブレットの、こんな位置でマイクロこの2番目ですね、に映ったんですけど、抜き差ししてる間に壊れました。この配線のジャックですね。でこれが壊れたっていうのは、こうモニター2台使って実験してみて、分かったんですね。これがダメだ、切りすぎちゃったということ で改めて、1個買ってきました。これね、これでいろいろちょっとこれから試してみたいと思います。早速開封してみました。でこの左側が今回買ってきた新品です。で、この右側の方が前回買って加工した方ですね。ちょっと比べてみましょうかね。で新しい方がこういうね、保護ソケット材がついてないんですね、もういきなり肌むいて、むき出しするところになってました。で並べてみると分かりますかね。やっぱりねノーマルは短いんですよ。短い、やっぱ切らないとダメかな。で物は全く同じですね。養生剤がついてるかついてないかの違いですね。どうでしょう、この中で見ると分かるかな、ね、ヒントがいまいちじゃないかな。やっぱりね、加工した方はやっぱりどうしても長いですよね。でもこれ切りすぎちゃったんですよね。だからね、このまっすぐスパーンと切るんじゃなくて、角角をですね、リューターか何かで削って、ちょっとね、この芯に触れないようにね、もう白いとこ出ちゃってるんですけど、これね、これがあったら芯に触れないようにちょっと改造していきたいと思います。じゃやってみます。まずはですね、無改造で映るかどうかね、これ差し込んでみました。はい、これはね、台湾製のタブレットの方ですね、エイサーの方のタブレット、これはすごくね安定してるんですね、エイサーの方はですね。でこのように私のですね、ですね、チャンネルですね、チャンネル画面がバッチリ、映ってますね。だからこの品物としてはね、大丈夫なんですね、大丈夫です。ただし、もう一つある、オンダ製の中華タブレットですね、これだとね、多分映らないと思いますね。ちょっと起動してこれっちに繋いでみますね。まず無加工でどうか やってみます。はい、オンダの方のタブレットですね、起動して突っ込んでみたら映りません。というか、認識するような音がしないんですね。だからやっぱりね、短いんで、なんですかね、これ長さがね、ちょっと首の長さが足らないんですね。だからやっぱり加工しないとダメですね。加工しないとダメだ。全然ね、奥まで刺さった感じがしないですね。映りません。ノーマルのままでは、使えないってことが分かりました。完成しました。バッチリうまくいってます。このように、切りました。切断して。はい。今回切りすぎてません。そのために、バッチリ映ってます。ちなみに、もう一台の方ですね。A さんの方ですね。A さんの方。これはもう、だから、別の、それぞれのパソコンで、のタブレットで繋いでます。これは私の、オンダの方ですね。はい。
そうですね。今、ミラーモードにしてるんですね。接続し。これじゃない、表示だ。ね、ミラーモード。じゃあ実験で、拡張。拡張。あ、言ってますね。言ってます、言ってます。ね。ちょっとマウスが今ないので、これ用のね、実験が両方つきますね。続いて、バッチリいった。セカンドスクリーン。あ、ね、セカンドスクリーンうまくいってますね。はい。と、閉まったことに、ちょっとマウスがないので、あと7秒待たないと、画面がメインの方の、タブレットに返ってこないですね。ね。要はキー操作ができないんで、あ、返ってきた。ね。タブレットのこの、画面タッチしかできないですね。で、セカンド、これ押したらダメですね。で、これ押すと、本体のみの画面。まあ、まずは、ミラーですね。ミラーでやってみましょう。ね。ほら、いった。いやー、苦労した。ね、これですね。切るってことです、先っちょ。ね。で、さっき、今切った量が、わかるかな？切った量がこんなもんですね。だいたい2ミリぐらいですね。いや、1ミリぐらいかな。1ミリぐらいですね。1ミリぐらい切り落としました。ね、そうするとうまくいくことが分かりました。これね、私と同じこのオンダー製 W820、あ、V820W 使ってる方、ぜひね、これ、やってみてください。みんな困ってると思います。あ、それとね、もう一つね、これやるにはコツがあるんですね。ちょっと紹介しておきますね。あとね、マシンの方のセッティングです。Windows 10なんですけど、表示で、どれだっけな？あ、これじゃないな。すべての設定を選んでいただいて、で、その中で、どれだっけな、ちょっとね、ディスプレイシステムかな、ちょっと待ってください。ちょっと整理しますね。ちょっと待ってくださいね。もう一回確認してから、録画します。思い出しました。ただ繋ぐだけでは映らないんですね。これはね、誰も、これやったことはないですけど、いろいろやってるうちにできることが分かったんで、多分ね、これを公表している人はいないと思います。で、私だけじゃないかなと思うんですが、まずいつも通りね、この、右側が出てくるやつですね。で、それの、表示だったっけな、ね、で、ワイヤレスディスプレイに接続するを選んでください。で、ワイヤレスじゃないですよ。これ HDMI ですから、ワイヤレスじゃないんですけど、ワイヤレスに接続を選んでください。で、この画面が出てきます。いろんなこの Bluetooth の、こう、いろんなものが出てくるんですけど、この中で一番、下の二つ目、この PC へのプロジェクション、これを選んでください。で、ここ、ですね。この PC のプロジェクションと書いてあって、これがね、何も指示してないと常にオフになってるんですよ。ね、これを、どこでも使えるって選んでください。ね、あとはそれだけです。ね、それで OK やると映るようになります。はい。これね、これがわからなくて、で、いろんなハードの問題じゃないかってやってるうちに、多分、ね、こいつを壊しちゃったと思うんですよ。ね。だから本当は、ダイソーさんの製品がもともと悪いんじゃなくて、いろいろ何回も脱着してる間に、荒く扱ったっていうことじゃないかなと思うんですね。まあ、荒く扱って壊れるもんじゃないと思いますけど、まあ、何か不具合がね、ちょっと作っちゃったんじゃないかなと僕も反省してますが、これを気をつけてくださいね。ちょっと分かりづらいんで、もう一回やりますね。要するに、HDMI なんで、この操作は普通はやらないですね。普通はやらないんですけど、たまたまね、なんだ、ドングル使って、ミラキャストっていうね、電波を送る方法もちょっとテストしてたんですけど、それで発見したんですね。ね。で、やり方としては、この表示ですね。まあ、これ表示は普通にやりますよね。で、ワイヤレスディスプレイに接続する。うん。ワイヤレスじゃないですよ。HDMI なんですけど。で、この画面に変わってきますので、いろんなこう、Bluetooth とか出てくるんですけど、で、下の方のこの PC へのプロジェクション。で、どこでも使えるね。どこでも使える。これを選ばないとダメです。こいつを選ばないとダメです。はい。この、
2点ですね。どこでも使えるのと、あと HDMI の、これをね、キャンド、ダイソーで買ってきて加工してつけるってことですね。で、やれば、投影することができました。もうバッチリですね。バッチリです。はい、ね。で、この、まず、HDMI のケーブル、延長ケーブルが、1メーターだったかな。で、300円でした。で、これが100円。1個壊しちゃってるんで、まあ、2個目なので、で、合計500円。消費税の投資で、接続することができるようになりました。ね。うん、こうすればね、2台使ってね、いろいろと実験ができると思いますので、今後またね、新しい何か情報あったら、動画で報告したいと思います。はい。以上です。失礼します。